どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、本日はこちら、はい、このね、協力若元、はい、これね、コーラのね、ペットボトルに入れたこれなんですけれども、まあこれを知ってる人はまあ朝日マニア、はい、朝日マニアでございますね。昔の動画にありました、ね。まあこれじゃなくて、はい、こちら、はい、ボトリウムですね。ボトリウムの方をちょっと見ていこうかなっていうふうに思っているんですけれども、最近、まあ、私のチャンネルに登録してくれてた人の中でコメントくれて、でやっぱ昔はね、アクアリウム、まあ金魚とかかな、金魚とかを飼って、まあいたりしたんだけれども、まあちょっと私の動画見て、アクアリウムね、またやってみたいなっていうふうに思ったけれども、まあなかなか時間が取れなかったり、まあそのね、新しく水槽を立ち上げるって結構お金使うじゃないですか。1万とか2万ぐらいかかるのかな、しっかり揃えればね。だからなかなかそういったね、余裕もないから、まあ動画見て少しずつ勉強してきますみたいなコメントいただいてたりして、本当にありがたいことなんですけれども、まあ私としてはね、なるべくそのお金かけずにね、しかも手もそんなに入れずに、でまあ綺麗ね、できればやっぱ綺麗じゃないと嫌じゃないですか。その手かけないから全然見栄えが良くねえじゃ、正直嫌じゃないですか。しかも苔まみれだったりね。だからそういったのってあんまり嫌だなと思ってて、で私の中で全く何にも手入れしないのがこのボトリウムでございます。でちなみにこのボトリウム、いつ立ち上げたかというと、昨年の7月なんで、8ヶ月と24日、日にちで言いますと268日、はい、立ち上げて立っている水槽でございまして、こちらの水槽も、水替えしていません。はい、だから8ヶ月24日水替えしてないんですけれども、この水槽ボトリウムも、まあ、正直水質はめっちゃいいです。めっちゃいい、はい、だから満を持して水替えしてないと、はい、全然大丈夫と判断してやってないんですけれども、で生態は、メダカを5匹ぐらい入れました。ただ夏場だったんで、何匹かは子供が生まれて、まあ親にほとんど食べられるんですよね、ちっちゃいところだから。だからまあ運よく、生き残ってるやつが数匹いるから5匹以上はいると思うんですけれども、まあ元気でやっています。この中では死んだ、まあ食べられたとかはあるかもしれないけれども、極端になんか死んでしまったっていうのを見たことはないぐらい、はい、調子がいい感じなんですけれども、なんで水替えしなくていいかと言いますと、まあ見てわかる通りめっちゃ緑ですよね。この水草、まあ1種類しか入ってないんですけれど、多分1種類だよ、なんか入って、もしかしたらちょっと入ってるかもしれないですけど、1種類だけでほぼ奪ってるのが、あ、入ってるな、なんかあるな、アマゾンチドメかなんか入ってるのかな、はい、まあほぼ覆っているのがマツモでございます。でマツモね、これ結構ね、成長も早くって、で成長が早いということは養分もね結構必要とするということで、まあメダカからね出る、まあ冬のアンモニアとかね、そこから始まる悪性物質を、このマツモが吸収してくれてね、吸収してくれて、まあ水替えがいらないということでございます。でボトリウムに関してはまあメダカ飼ってるんでね、正直ヒーターもいらないですし、この水槽はろ過もしていません。でも見てください、めっちゃ透明度高いでしょ、うん、だからそんなにね、メダカ5匹くらいだったらその物理ろ過とかってあんまり必要ないのかなとかも実は思っていたりします。うん、まあ見てもらうと分かるんですけど、スネイルも結構いるんで、スネイルの糞のがちょっと多いかなと思いますけれども、なんていうの、水の中にね漂うようなこともないので全然問題ないなっていうふうに思ってます。でまあライトも自然光なんで、まあ光熱費ゼロですね光熱費ゼロです。光熱費ゼロで、まあゆっくりやってるって感じですね。でマツモがね栄養をほとんど吸収してくれてるので、苔掃除はこれもね一切してないです。苔掃除してない。まあただまあちょっと見てわかると若
干汚れてるんで、まあそれはあれなんですけどね、あの水しぶきが飛んだりなんかそういった要因、あの結露したりすると思うんで、それが多分、汚れとなって出てたりするんだろうけれど、まあそれを拭くぐらいかな。うん、何にもしないんですよ、何にもしない。だけどこれなんか緑が入っているこういうボトルで苔も生えてないだけで結構おしゃれじゃないですかね。で、まあ、作り方もね至ってシンプルで、ソイルを入れて水をまあ入れまして、で、マツモ、まあ今こんなにいっぱいだけど最初は少ないのを何本か入れて、であとね大事なのが、私はねバクテリア剤を入れています。とりあえずねいろいろ語ると長いんですけれども、アクアシステムのバイオバランス、これ入れとけば多分問題ないです、うん、これもね立ち上げに1回入れただけ結構量は入りました、うん、使用量の3倍か4倍ぐらい多分入れています、ジョボジョボジョボって、うん、それだけ、それだけでいいです。で、まあポイントとしてはやっぱね生態は少なめがいいかなって思います。あんまり大きいの入れちゃうとさすがにね、さすがに無理なんですけれども、メダカぐらいのちっちゃいやつ、このボトリウムであればまあ5匹ぐらいであれば全然余裕かなっていうふうに思っています。まあただねボトリウムといってもこれ結構特殊な大きさしてるんで結構でかいんですよね、うん、まあ10リットルは10リットルぐらい水あんのかな、あるかもしれないですけれども、まあまあ水は入っているんですけれども、だから20センチキューブ水槽ぐらいをイメージしてもらえればいいかな、うん、まあそれぐらいの、まあ、大きさのボトリウムだと思うんですけれども、ただまあこういったね珍しいグラスとかって結構売ってると思うんですよ、うん、だからそういったのを買ってきて、まあ、入れるっていうのもいいかもしれません。まあボトルの形状によっては水面の面積が少ないものもあると思うんですけれども、まあ、その場合はねちょっと酸欠になっちゃう恐れがあるので、まあ、それだけ注意しなければいけないんですけれども、まあ、それ以外であれば、まあエアレーションもなくてもいけると思いますので、しかもこれやっぱね手がマジかかんないです。本当に何にもかからない、うん、光熱費ゼロ、手かからない、苔掃除しない、餌あげるだけ、まあ、たまに蒸発した水を追加して入れるということでございます。まあ、ただやってるのは、まあ、私勧めてますけど水質チェックね、水質チェックはやった方がいいなっては思います。ただね水質チェックももうそれもあんまりめんどくさいっていう人は、まあ、あんまり私は推奨しないんですけれども、苔がねほとんど生えない状態、光が差してるのに生えないね、光が全くないところはそれは生えないんですけど、光がちゃんと入ってるのに、光がちゃんとあるのに苔が生えない場合は、まあ硝酸塩、アンモニアからね排出するやつが全部水草に吸収されてる可能性が高いので、まあそこら辺を目安にしてもらってもいいんですけれども、できれば試験紙を使ってねチェックされた方がいいとは思うんですけれども、まあそうやって管理して水害を少なくしていくっていうのがいいかなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ現代人忙しいんで、ただこういったね魚に興味があるっていう方はこういったね可愛いボトルを見つけてきて、もうソイル、水、バクテリア剤、あとマツモね、マツモはいいと思います、安いしね、あとメダカ、うん、メダカか赤ヒレとかもいいかもしれないですね。熱帯魚はちょっとヒーター入れなきゃだからちょっと大変だと思いますし、っていうのをね選んでくれば、ある程度低価格で、水辺のね生物を飼育できると思いますので、またねちょっとご質問等あれば私の方も答えさせていただきますので、コメント待っています。ということでご視聴ありがとうございました。まあ私のね動画を見て少しでもアクアリウムに興味を持っていただいて、で私の方もねなるべくより良い情報をですね配信していければと思っておりますので、チャンネル登録まだの方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとコメントね、コメントからね私も学ぶことが多いですので、はい、コメントくれた人のね熱量と同じぐらいの熱量でね、まあ、返そうということを心がけておりますので、まあ、たまにはねちょっと失礼する可能性もあります。
あるんですけれども、あのコメント、どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタンお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。